はい。はい。オンマーマトジュニーライディングチャンネルやっていきたいと思います。えー、今日はですね。まあ、3000万円分ぐらいのですね。えー、開発に対する、まあ、アドバイスっていうかあ、情報っていうかね。それをちょっと結構高いよね。3000万って言ったらね。あー話していきたいと思いますけど。えー、まあね。 僕の話の内容は、桁い桁違いっていうのは、まあ僕しか知らない、多分、うーん、ことが多いので、えー、桁違いだし、えー、日本ではね、オートバイは、まあそうは、あのー、ブームじゃないけど、世界的に見たら、オートバイは結構、ヨーロッパとかは、まあの今ブームなんで、えー、売り上げはかなりあります。 だから、そこのレースのね、えー、成績によっては、まあ、売り上げもかなり変わるし、えー、そういうところで、桁違いです。えー、それではちょっとやっていきたいと思いますけど、えー、まあさ、ちょっと、あの、いろいろ、インターネットとか見てると、まあ、日本のメーカーは、まあ、とりあえず、まあ、 元 GP のね、ホンダさんとヤマハさんは撤退しない。このまま行くという、う意向を示してるみたいなんだけど、で、なんかね、ホンダも新しいマシーン持ってきたけど、全然ダメで、えー、なんか、なんか、えー、ドベの方を走、集団で走ってたけど、みんなね、日本のメーカー。まあ、暴走族だったらね、後ろの方を走るのは、 えー、結構上の人が走るんだけど、レースは逆だからさ。やっぱりその、なかなかあ、うまくいってないんだろうけど、その、ずっとうまくいや言ってないじゃんね。もうずっとうまくいってないじゃん。これずっとうまくいってなくない <laughs> やってもやってもうまくいってない。で、新たな、にちょっと、新、新しい、えー、NSR、投入してもやっぱまた、 ちょっっとと外れててるなななかかか何をやってもうまくいかないこれね、ゴルフでもよくあることなんですよ。今からゴルフなんだけど。えー、もうね、やってもやってもうまくなんないって。やってもやっても,もうずっともう5年も、もう10年も前からやっても、今何、もう調子が良ければ80代。悪ければ100。ーもう一生懸命一生懸命ね、やって噛みかかったら、 まあ、ホールインワインよ、ホールインワンが1、日3回ぐらい出たぐらいのね、そのスーパーショットがバンバン続いたら70代が出たことあるみたいなね。うんでもやっぱりいつも90代を行ったり来たりと、何をやって練習に毎日通っても、ね、コースにまあ目に通っても全然うまくやんないって。大体そういう人は、 どう思うかって言ったら、あ、俺の実力っていうのは、こんなもんなんだ。と思うわけよ。それが違うんで。それと、レースとよく似とる、今の。その、何をやってもダメ。ね。あれやってもダメ。これをやってもダメ。ね。どうにもこうにもならんと。それね、何が問題かっていうとね、やり方が間違っとるんだ。やり方が間違ってる。ね。 僕は、ゴルフのスイングが間違ってる。理論が。ね。こうやって打とうとか、ああやって打とうって頭の中で思ってる理論が違うわけよ。だから、あのー、うまくなんないわけ。だけど、そうは考えずに、自分を疑うことなく、あ、そこを疑うことなく、えー、自分には才能がないと。決めつける。うん。で、諦めてしまったり、まあ、やる気がなくなったり、 する人が、まあ、ほとんどだから、ほとんどかな。だけど、その、まあ、そういうところで、いや、オートバイ、もう、やり方が悪いんだよね。その、や、だから、今のやり方じゃ、もう、ダメなんだって。そこに、気が付かないと、だってもう、今までの自分の、や、考えてきて、こうだろうっていう、その、方向性が、もう、 日本のメーカーすべて間違ってたわけよ。うん、だから、こんな結果になっちゃった。うん、ただからそこに気がついて、やり方を変えないと、もう、多分、まあ、悪くなる一方だよね。やればやるほどだって、悪い方向に行くやり方をやってるんだから。で、まあそこをどうしたら改善できるかっていうのが、まあ3000万だわな。うん。 なかなか、僕は安いと思うんだけど、もうちょっと高くてもいいかな、この情報ね。で、高くいってもいいよね。で、本当にね、ゴルフも、ゴルフ、ちょっとね、出して言うけど、打ち方の理論とか言ってこうやって打った方がいいとか、こうやった方がいいっていう、ことが間違ってると、どんなにやってもうまくなんない。 どんなにやってもうまくならない。それは僕が経験した。どんなにやってもうまくならない。無理。そう、無理。絶対にうまくならない。で、その理論を、正しい理論を知ることによって、まあ自分に合ってる部分もあるけど、ある程度正しい理論を理解することによって、やっぱ、一個上の、うんまあ、段階に行くんだけど、ゴルフ、ね、たいね、 何が上手くなるかっていうと、長年やってると、空振りしなくなるわけよ。最初は空振りするんだけど、うーん、ある程度やるとね、空振りは絶対しなくなる。ね。どういうことかっていうと、どんなスイングで打っても、ちゃんと当たるんだよね。もう、全然違うスイングで、自分はそんなつもりないんだよ。全然自分違うスイングで打ったとしても、球は空振りしない。ただ曲がっていくだけ。だから本人わかんないわけよ。 どうやって打ってた、どうやって変わったかとか、どういう風になってんのかとか、うん、で、その曲がったことに対して、左回ったら左回ったことに対して、今度はなんで曲がったかっていう,う、原因が間違ってるから、自分で理解してるのは。だから、直せないわけよ。ね。で、何やってもやってもやっても上手くならないっていうのが、ゴルフで、今のモト GP もそうです。<laughs> やればやるほどうまくいかない。うん。でさ、この、何が悪いかって言ったらね、まあ、とにかく僕をが今契約されたら何やるか。うん。僕が契約したら一番最初に何やるか。うーん。ちょっとこれ、3000万以上だな、この情報は。 あの、僕はね、契約されたら何やるかって言ったらね、一番最初に、まあ、とりあえず、ウィングは全部取ります。なぜかっていうとね、必要がないから。うん。そんなものがなくても、ちゃんとグリップさせれることができるから、いらないものはとりあえず取ります。そこが、第一のスタートです、女さん。あの、新しいマシン作ってきてダメだったでしょあれもう、でかいウィングついてんじゃん、後ろも、前も。あれをとりあえず取っ払って、 そっからスタートなんですよ。で、まず、その次にやらなきゃいけないことは、ね、コンピューターでや、どんなに頼ってもダメなんですよ、コンピューター。ね。ね、やっぱり、コンピューターでやるっていうことはとりあえず置いといて、コンピューターを使う。コンピューターを使ってマシンを作るっていう方向性に、ちょっと振りかか、変えない限り、どんどん悪くなります。ね。 まあ、この、いい例でさ、まあ、とある東北の工作メーカーの社長がさ、ええー、まあ、元通に参戦してね、で、まあ、森脇さんからかな、系から元、元 GP、元通か、元通の、まあ、シャーシを受け継いで、ええー、参戦したら、もう。 いきなり、えー、チャンピオンかなうん、チャンピオン取れたのかな ?2 位だったのかセ,セカンドだったのかなすごい高成績を得たわけよ。で、その社長はよしと思って、まあ、機械のすごい、まあ、何億か何十億かもするような工作メーカーなんで、なんていうの、工作機械を持ってるメーカーか、なん、機械の会社なんで、えー、よし、設計してやると、俺が。 ね、コンピューターを使って、俺が設計して、この森脇から受け継いだマ,マシンを、より、いいものにしてやるって、設計して、やれば、バージョンアップすればするほど、成績が落ちてったわけよ。ね。こういういい例がある。ね。こういういい例があるんだから、ね、そういうのを見て、やっぱり、その、 一切その人はコンピューターは使わずに、自分の、その、なんていうの、えー、まあ、コンピューターを使って、その、えー、作り上げてった。うん、結果、どんどん悪くなってった、うん。で、まあ結局最後は撤退してったんだけど、そういうのを見てさ、 やっぱり、その、まあ、そういうちっちゃなとこだから目につかないかもしんないけど、メーカーとしてはね。そういうのをやっぱり見て、そういうところにもアンテナ立てていくっていうのも大切なことだなとは僕は思うけど、うーんまあ、とりあえず、その、カンピューターを使って、とりあえず、ウィングは切ると。全部取るというとこから、スタートすることを、これが、 3000万もうちょっとするかなそんなこと言う人いないでしょメーカーの中に一人も <laughs> あのウィングはいらん。あのウィングはいらん。フロントモリアーもいらん。そんなもんつけないかん。オートバイ自体がおかしいんだから。うん、そこに気がつくっていうのが、一番大切なのかな、うん、だと、まあ今までの流れとはだいぶ変わ,変わってくるとは思うんで。 まああのー、まあ僕の契約金は安い、たった3億円なんですけど、まあ、こういう口が悪い部分があるんで、裏で教えてくれってね、表には出さないけど、裏に、裏で情報を教えてくれって、ちゃんと契約してくれば、あのー、別に僕表に出る気はないんで、あの、教えしますんで、あのー、みんなこれ見てる時ね、ある日、どっかのメーカーが、とんでもなく早くなったら、僕が、 あの契約したって思ってください。以上です。